だからね自分好みの味を探すのが好きオムライスも僕オムライスとかもそうなんだけどオムライスはなんかチキンライスをちょっとしょっぱめに作って卵を甘くするのが好きなのよそういうなんかまあ多分いろいろあると思うのそういうのってそうう自分が好きなのを探すのが好きおいしい卵甘いとおいしいのよねケチャップかけない 味がもうその卵とあれで完成されてるからやっぱケチャップはね、ちょっと甘。消えなってなる。まあでも好みでいいと思うよ、そこは。でも最近はね、ちょっとそれに合わせてデミグラスソースを研究してたわ。でもデミグラスソースってね、あの、なんだろう、個人的なあれだけど、主観というか個人的な解釈だけど、あの、ケチャップと、 中濃ソース。ケチャップと中濃ソースと砂糖、まあみりん。料理酒ら辺を多分混ぜるのが、大うで作られる一般的なやつだと思うんだけど、ちょっとしょっぱいとかなんか濃いのよね。理想ではない、まだってなってる。やっぱ赤ワインなのかなとか思いながら。あとなんかトマト缶 とかもただトマト缶はさちょっと本格的すぎて僕オムライスってちょっと小腹すいた時にポッて作るような料理だからあまりこう本格的すぎる調味料とか食材を使いたくない気持ちもあるんだよな赤ワインぐらいだったらいいかなって赤ワイン牛乳とかそうなんだよねそこらへんまでいくとさトマト缶を使う料理ってそんなにないけどさ調味料で済ますぐらいがいいじゃない っていうのもあってその妥協と追求をさまよってる僕はトマトジュースなんてないようちにしかもトマト缶って缶を開けて捨てるっていう工程がちょっとめんどくさいそうなのよね一番効率のいい自分好みを探してるわだからバレンダインとかもさチョコを作る配信をしてみようかなって思ったことあるけどやめたチョコ作ったことねえもんなって 誰かに食べさせたりしたことある一応あるけど、基本的にないな。クずハがうまいって言って食ってた。そういうレベル、本当に。カカオから作るソースを栽培しなきゃなっていうところね。あと、高宮さん、高宮さん違うわ。チャンリゼとデビちゃんとかも食べたことある。なんかのコラボで、余り物で作ったことある。